アフリカの雰囲気どういう感じなんですかって、みんな和気あいですごく楽しくやってますっていうのが常なんですよ。いや、そう、辛いこともありますよ、やっぱり。状況として。やっぱり、この表現が使えなくなったって言って。一回、撮ったけどってこと？撮ったけどダメだったとか、当日、絵までできてて、もうやる気満々で当日は当日、いやー、挑戦まで頑張ったんですけど、やっぱり、パッパッパッて。みたいなね、今ドカーンってなりましたけど。あ、そうか、じゃあ我々が見ている銀魂の世界っていうのは、それでも一応チェック機構があって、それを乗り越えたやつだ。そうです。ガンダムも蓮舫も。はい。ああ、そうなんだね。うん。まあ中にはネタそのものが抹消されていったものもあるので。あ、そうなの、はい、どうですか、中村くんの方は。僕の方ですか。そうですね、なんか一回マネージャーから一度お話をもらった時にスケジュールが合わなかったんですよ。それで断ったって言われてまあ何の役か知らないんですけど、銀魂のお話もらったけど断ったよって言ってて、あ、そうなんですか、はいって言ってたんですけど、それで最終的にそのスケジュールが空いたんで、入れましたって言われた時に、やっぱり長くやってる作品じゃないですか、まあね、だからどういうこうグループ感、グルーヴ感なんていうの、かっこいいな、現場が仕上がってるってこと、ね、そう、うんうん、現場のね空気が、例えば、うんうん、ほら簡単なところから言うと座る位置とかもあるじゃないですか、長寿番組で、そういうのを含めどんな空気でやってるんだろうと思って行ったら、いやー普通でしたね、なんか空気とかないね、ないね、意外とドライな空気でびっくりした、意外とドライだったね、そんなにわちゃわちゃしてないし、わちゃわちゃしてなかったですね、そうだね、そんな悪ふざけ悪目立ちしないかなって、そう、作品のテイストに反しておとなしい現場でびっくりしたね、そんなにね、わちゃわちゃしないし、休憩時間とかも短いじゃん、短いですね、スピーディーにね、撮っていくから、そうそう、バンバンっていくから、あんまりこうわちゃわちゃしてお菓子食べたりなんかとか、そういう現場ではないからね、そうなんですよね、穏やかで優しい人が、中井さんもそうだし、石田さんとかもそうだし、ゆきのさんとかもそうなんですけど、基本物静かな人が多いので、でも優しいんですよ、みんな、そうだね、そうそう、受け入れ体制は整ってるよっていう、ゲストには慣れたもんだぜっていう状態だったからそうだね、だから不安はなんか全然現場いてなくなりましたね、やりやすかったです、およかったよかった、まあ僕らもおとなしい組なのでねまあ確かに、まあよろずやがね大体並んでたりする、そうですね、あとはまあ本当にバラバラな並び順だから、特にね金玉編はそんなにまあレギュラーが大量に押し寄せるっていう現場でも、ね、確かに玉が一番喋るかなぐらいで、そうだね、新選組がいるわけでもなかったしね、確かに、ね、鈴村くんとかがいるとまたそれはそれで空気が違ったりするんだけどね、確かに新選組一度も出なかったですもんね、そう、出てないからね、そうそう、優しい人たちに支えられて現場が出来上がっているのでね、だからせめていきなり来るゲストさんにちゃんと違和感なくというか、余計な緊張感なく入っていけるようなのはやります、聞かれた時にちゃんと真っ先に答えるようにするし、だからいい現場だなと思いましたよ、よかった、本当にありがたい、本当にね、クソみたいな現場って言われると本当に二度と来れよ二度と来れよバカ野郎って言われる逆にそんなアニメあんのかってないな、まあそんな中ですね、ワンピースに行くようになってね、おー、そのベテランに囲まれて、居場所なんかねえよなと思ったら、もうみんな早く現場に来るからさ、もう座る椅子がねえんだそしたら平田さんが俺の隣に座るかって言って、うわ怖いって思って、はいって言ったら、うーって言って、まるで傘入れよって言った後、入った人の方に3分の2ぐらい傾ける、なんかツンデレ彼氏みたいにこうちょっと多めに開けてくれたのよ平田さん、ほうほうほうその後俺に何も言わないって、優しい、めっち�優しいやんと思ってね、はうわー、サンジめっちゃええ男やって言って、つうかワンピースの現場だと杉田さんもそういうポジションになっちゃうんですね、そうよ、椅子譲ってもらう、そうわお、やれフリーザ様だ、やれいろんなベテランがボーってきて、確かに、それこそ僕の大好きなホッちゃんもいてね、ホリヒデイクさんのホッちゃんのホリヒデイクさんのホッちゃんも、久しぶりにアニメのアフレコするホリさんを見て、ハイブレイン以来じゃないかな、なんだとみたいなこと言って、あ、これだよって思いながら、ゆるさんみたいなこと言ってね、この声って言ってね、うーんって、いやそれどころじゃない、続きまして、はい、千葉県の霧島真央さんでーす、次に質問です、はい、銀魂を通して一番気に入ってるアドリブは何ですか、もしあれば教えてください、アドリブ神楽入れますかね、神楽ってそんなに入れないよね、台本が面白いからね、そうなんですよね、気に入ってるアドリブね、人のでも良いよ、人のでも
人の、うん、なんだろう、アドリブか。あれじゃないですか、あの洞爺湖仙人の回に、うん、ズバリから始まって神楽も入れようとしたなかったやつだ。そうだ、あれ入れたかったな。もうズバリの流れがね、神楽だけセリフが離れてたんだ。そうそうそう、あのね、あの銀ちゃんと新八がね、ズバリでこうあの、富田さんとこう、受け答えしてる、ズバリトークしてる、みたいな。あれ、今、ズバリって言いたいよって思ったんだけど。神楽だけちょっと離れたところに。ちょっとね、間が悪かったんです。ここでズバリを持ってきてもっていう。そうそう。何今のズバリ？もうこのくだり終わってるんですけど、みたいな。つらい。言われたら僕3日寝込みますよ。そうですね。こんな感じかな。杉田くんのアシストナイスだったね。ズバリでした。ズバリ。ズバリで、ありがとうございます。はい。はい。じゃあ続いていきましょう。最高です。ということで、田中ガンダムですが、宮脇さんはどうですか？はい、私は、そうですね、じゃあ、ジャスタウェイですかね。おジャスタウェイ。おその心は、まあ、いろんなところに、描かれてはモザイクをかけられていたっていう。おう。やつですね。いろんなところに描いたモザイクをかけられていた。そうですね。大体、の代わりに描かれてるのがすごい多いそうのがジャスターですかね。そうです。まあフォルムは近いですからね。近いです。だいぶ向けてますけどね。いい感じに。ちょっと、ね、生々しい色になるんです。ロックだな。色が、ね、色合いに、うん、色がちょっとね。よくリテイク食らうよね。ジャスターの色のまま塗ってモザイクかけると。まあマジモンにしか見えねえからもうちょっとちょっともうちょっとそうですよね。僕のあの別人格はそういうアニメに出るときにやっぱりリハーサルビデオってモザイクがかかってないんでバッチリ書いてあるんですよ。中にはすごい書き込んであるものがあってありますね。悪ふざけでアニメ屋さんが書いてくることありますね。いやなんか職人だなってそこだけ気合い入れちゃってどうすんだって。綺麗だなって。模範的な。これモザイクかけたのもったいないよってなって出せ出せと、うん、いいじゃない。薄消しでいいじゃん。糊3枚ぐらいでいいじゃんみたいな。今はねインターネットでいろいろ資料が集まる時代になったんですけどね。なるほど。なんかその昔はねなんか上がってきたその原画さんの、はい、アニメーターさんの絵を見て、はい、この人童貞なんだなって、はい、みんなで思うようなことが。うわ最悪だ最悪だ。うわ昔あるあるだ。それ突っ込めねえなってこっちでひっそり直してあげるしかないなっていうことを聞いたことありますね。あるある。わすごい。わそんなあるんだろうなと思ったら本当にあるんだななんて。あるんですって。面白いな。切れたしね、うん、島本さん来てたよ。そうさん島本すみさん。うえってなって。あらってなってね。すごいなこれ。びっくりしますよ本当。よかったな。あのラインナップはすごかった。あとね、アイポンも可愛かったしね。ああ、はい。ピラコ。はい。もう頭に花畑な感じが。ね。あの声のまんま、なんかこう、黒いことを言うから逆に、ね、逆に不気味になるんですよ。うんうんうん。うん、そう。で、クジラさんはかっこいいし。うん、なんだかんだでね、四天王編は盛り上がりましたよ。ああ、盛り上がりますわ。うん。あのエンディングの入り方といい。うん、何から何まで。上長とガンガン切るところは、本当に頭の中酸素なくなるんじゃないかって、ずっと戦ってましたよ、ね。そう。そしてそれをオンエアで見ながら大丈夫かこれっていうくらい。うん。ね。おお、夕方の番組だよな。おお、すげえな、おい。尖っていこうぜ、って。いいね。みんなはそれぐらいやってくんないよね。そうなんですよ。そうそうそう。子供の頃ね、だからそういうことをなんかこう、親に隠れながらこうね、見てるうちにそのアニメが最終的に評価されていくっていうのがあるじゃないですか。え、守ってもしょうがない。某、カスカベの先輩だってそうだったじゃないですか。おカスカベの、相変わらずね、見せたくない番組2位ですけど。そうです。はいはい、はい。見せたい番組でもランクインしているっていうね。そのあたりがね。あ、時代来たよっていうね。来た。伊達に尻出してないっす。そうです。先輩は。そうです。我々も尻出していきましょう。いきましょうか。本当に。うん。続きまして。尻だけじゃなくて前も出してやる。出してるけどな、もうすでに。出してんだけどね。近藤さんとかがね。近藤さんとかね。アフレコ現場でみんなが一番ざわついた瞬間は何？ざわついた。ざわついたってなんだろう？もう基本的に面白いシーンでざわつくじゃん。そうですね。一番でもざわついたのは、うん、僕的には、あれかな、ウィル・スミスかな。ああ。ウィル・スミスの時は、あの石田さんがっていうざわつきが。そう入っちゃいましたからね。そう入っちゃったからね。うん、テストでなんか、って言われて。本当にすいませんって言った。うん、あの石田さんを、だから本当完璧な人だから僕の中では。ね、笑っちゃったっていうのがね、うん、ウィル・スミスは。まあ当然僕らも笑ってるからね。ひどいですよね。ウィル・スミス。
だってオンエア時、目に目線入ってましたけど、アフレコの時目線なかったんで。ないからね。あの見開き。明らかに、うん、ウイルスミスが、そこに立って。でしかもあの、カズラップの曲、イントロかかるやつが、ドゥ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 ってやつがね。ウイルスミスと、しかも、イエス、ウィーキャンって。違う、セリフ違うじゃねえか。イエス、イーキャン。